この映画は講道館10段三船久蔵氏が柔道生活60年余にわたって大麻の科学的研究と修練を続け、技精妙心身自在の強と謳われる技術を余すところなく発表するものであります。そしてまた柔道一筋に生きる十段の妙技を永久に保存するために制作せられた記録映画であります。三船十段の乱取り稽古です。対するは白井誠一八段。柔道を学ぶ者にとってこの乱取り稽古こそその修行の基礎であって、お互いに技を掛け合って技術を磨くものであります。柔道の身と心全く一致した呼吸、まさに柔道の妙味であります。この域に達するにはただ日常研鑽努力鍛錬を積み重ねるほか道はありません。柔道の修行は礼に始まり礼に終わります。礼とは人を敬愛する心が形に現れたものであります。礼あってこそ私たちの日常生活は麗しく、そして潤いがあふれるのです。柔道は激しい技の変化を伴いますから、これに応じられるように筋肉や関節を鳴らすことの準備運動が必要です。稽古の時は相当な弾みや勢いで倒れたりしますが、怪我をしないように身を守る技が必要です。この技を受け身と言います。崩しとは相手を倒れやすい姿勢にすることです。右前隅崩し、左後ろ隅崩し、左前隅崩し、右後ろ隅崩し、真ん前の崩し、真後ろの崩し、右横の崩し、左横の崩し、以上8本が基本です。技は手足腰の一致した働きが必要であります。優れた技は手足腰の働きが見事に揃っています。手技とはその働きの中でも手の働きを主にするところからつけたものです。浮き落とし、右に開きながら相手を前隅に崩し、ハンドルを切るように手を働かせます。体落とし、その1、腰を沈めながら右足で相手の立ち直りを抑え足元に引き落とします。体落とし、その2、相手の下がり鼻を捉えて足元に引き落とします。山嵐、相手の袖襟を取り真ん前に崩しつつ引き落とします。背負い投げ、その1、相手を背負い肩越しに大きく円を描いて倒します。背負い投げ、その2、相手の右肩を取る一本背負いです。背負い投げ、その3、相手の左肩を取る一本背負いです。背負い落とし、膝をついて真下に引き落とします。岩石落とし、締めに攻め相手の逃げる隙をついて相手を背負い頭越しに投げ落とします。すくい投げ、とっさに横から回り込み相手の腰をすくい上げて真後ろに落とします。帯落とし、片手で相手の前帯をつかみ一方の手で後ろももを前から抱き込みます。
諸手狩り。不意をついて相手の両ももを正面から抱え抜き上げながら押し倒します。手車その1、大車をこらえ右手は相手のももを制し、左手で相手の後ろ腰を抱え抜き上げて落とします。手車その2、跳ね腰をこらえて抱き上げ、左手で相手の内ももを押し上げながらひねり落とします。きびす返し、左送り足払いを巧みに反らして体を沈め、片膝をつき相手の右かかとを引き払います。肩車その1、足元低く身を沈め相手の下腹を引きつけ、右ももを内側から取り担ぎ上げて落とします。肩車その2、左前隅に崩しつつ、その左外側から相手の肩、腰の力を封じます。肩車、その3。踏み出てくる左足の外側に回り、その足を逆に抱えて抜き上げます。墨落とし、俗に空気投げと呼ばれているこの技は三船十段の草案です。自分の足や腰を相手に触れないで倒す方法はないだろうかという着想から生まれました。右後ろ隅に崩しながら身を沈め、巧みにさばく両手の働きに相手はもんどり打って倒れます。玉車、私たちは足元に物が落ちると本能的にハッとします。この心理を応用して三船十段は玉車を草案しました。体を相手の足元に捨て、右手で相手の膝を軽く押さえれば頭上高く宙に回転いたします。すべての技は手足腰の一致した働きが必要ですが、腰技は腰の働きがその中心となります。浮き腰、相手の出鼻を左に回り込んで腰を抱え前にひねります。腰車、相手の首を右手で後ろから巻き、深く入れた腰を軸にして水車を回すように倒します。払い腰その1、右手を相手の背に回し、相手の下腹を腰に引きつけ、右足を払い上げながら腰をひねります。払い腰その2、前帯を取り相手を引きつけ、腰をひねって左に払い上げます。すり込み腰その1、腰に乗せた相手が身を反らせてこらえる瞬間、さらに低く腰を落としざま釣り上げます。すり込み腰その2、左肘を下から持って釣り上げ、真ん前に崩しながら腰を入れます。大腰、右手を差して相手がつま立つように釣り込み、腰をひねって下からすくい上げます。跳ね腰、左足を踏み込ませながら相手を腰に引きつけ、右足で跳ね上げます。跳ね巻き込み、跳ね腰の変化した技です。跳ね上げざま、自分から相手を巻くように倒れます。外巻き込み、
右前隅に崩し、二の腕を上から買い込んで引きつけ、大きく巻き込みます。内巻き込み。相手の二の腕を下から買い込んで巻き込みます。後ろ腰。払い腰を腰を落として防ぎ、そのまま抱え上げて真下に投げ落とします。うつし腰。跳ね腰を跳ね返しながら抱え上げ、素早く腰を打ち返します。飛び腰。相手の跳ね腰に逆らわずに乗りながら、相手の腰を後ろに押しやり、飛び越して投げます。後ろ車。相手が後ろから抱え上げようとするのを、腰を落として逆に引きつけ、相手の腰を跳ね上げます。身を捨てながら相手を自分の頭上を越えて倒す技をマステミ技と言います。巴投げ。真ん前に崩し、身を捨てながら足裏で相手を押し上げ、両手を引きつけます。墨返し。真ん前に崩し、身を捨て、足の甲を相手の後ろ股に当てて跳ね上げます。引き込み返し。真ん前に崩しつつ身を捨て、相手の右腕を抱え込み、足の甲を相手の後ろ股に当てて跳ね上げます。俵返し。俵を抱えるように相手を抱き、真後ろに身を捨てます。裏投げ、その1。相手の腰技をしかと左手で抱いてこらえ、右手を添えて抜き上げ、後ろに反り身になって捨てます。裏投げ、その2。下腹にぐっと力を入れて相手の腰を抱き上げ、左足元に引き落とします。立ち技が上達するには、熱心な乱取り稽古と技の基本である投げの型を練習することが必要であります。型は取り、すなわち攻める方、受け、つまり攻められる方を決めて練習します。これによって投げるコツをおのずから覚えることができ、さらに手の働き、足のさばき、腰のひねりがバラバラでなく一致して、美しい柔道の立ち技が完成されます。
柔道は上達してくると相手の気持ちが手に取るように分かってまいります。したがって相手がどういう技で攻めてくるかを察知して機先を制する場合があります。一瞬相手の意表に出てかけてくる技を返すとかすかすとかして倒します。これが投げ裏の技のできたゆえんです。これは隙ばかり狙っているようですが主勢ではなく攻め手であります。これを三船十段がまとめ投げ裏の型として発表されました。この十段の妙技をもう一度高速度撮影で鑑賞いたしましょう。浮き落としを体落としで、背負い投げを横車に、肩車を墨返し、体落としを骨つり腰で、帯落としを大車、送り明け払いをつばめ返し、小内刈りを膝車、大内刈りを巴投げ、支え釣り込み足を墨落とし、内股を体落とし、跳ね腰を刈り返す、払い腰を後ろ腰、半腰を移し腰、
浮き腰を横分かれ。大腰は一本背負い。固め技、俗に言う寝技は、押さえ込み、締め、逆の3つからなっています。これらの技はいずれも立ち技に比べると動作が継続的で、したがって持久力が必要であります。寝技は消極的な防御を主とした技に見られがちですが、決してそうではなく、どこまでも攻めていくべきであります。攻めることは取りも直さず守ることでもあります。袈裟固め、相手の右腰と両肩の動きを封じ、右手で首筋を抱え、左手は右腕を巻き込み、頭を下げて押さえ込みます。崩れ袈裟固め、左手で相手の右腕を殺し、右肘と腰で押さえます。裏袈裟、左手で後ろ襟を深く取り、右手で左脇下を固め、引き絞るように押さえます。後ろ袈裟、腰で相手の肩と首を押さえ、左手で相手の左腕を制して押さえます。肩固め、肩と首で相手の腕を伸ばし、右腕は首をかいこみ、両手を組んで固めます。上四方固め、両膝を折って相手の首を挟み、横帯を取って押さえます。崩れ上四方固め、右腕を封じ、左横帯を取り、顎を締めて押さえます。横四方固め、その1、左手で後ろ襟を、右手で後ろ腰を取って押さえ込みます。その2、相手の肩と首筋を攻め、左手首を取り、左に開いて押さえます。裏固め、左腕を足で絡み、右手で相手の右腕をかいこみ、仰向けざまに返して押さえます。縦四方固め、その1、相手の両腕を抱え込み、胸を押し当てて固めます。その2、左手を差し入れ、後ろ帯を取り、左腕を封じて押さえます。その3、相手の首を抱え込み、自分の横帯を握って押さえます。三船十段のかかり稽古です。十段は講道館で毎日稽古を続けていますが、時には各地にも招かれて大勢の人たちを指導しています。払い腰が決まりました。送り足払い、跳ね腰、次はグリエル三段です。34巻のこのフランスの青年は、日本に来て柔道修行に懸命です。大車、
積み落とし。ターマー四段はイギリス人で、昭和26年以来柔道の修行のため日本に滞在しています。横別れ。膝車。また鮮やかな膝車です。佐久本四段は6尺4寸で29貫、三船十段は体重13貫です。肩車。積み落とし。大車。巴投げ。次は本部七段です。今度は寝技の稽古に入ります。立ち技寝技を問わず、相手の出てくるのに対し安全に身を移さなければなりません。このような自由な身体の運びを変と言います。そして変じると同時に、自然相手にできた突きをすかさず突いて技を出すことを応と言います。変応は二つのものでなく両者一体のものであります。十段は講道館の寒稽古と初中稽古を今日まで54年間解禁しております。5つの型は柔道理想の姿を表現したものであります。
第1話。正しいものの前には抵抗する何者もないことを表したものであります。第2話。逆らわずしてかつ理想を表しています。第3話。大きく旋回する2つの物体が緩やかに接し、さらに旋回を続けるうち自然に分かれる姿を表したものです。第1話。大きな波が岸に打ち上がり、引き返す勢いで一切を洗い流して浄化する気持ちを表します。第5話。ゴーとゴーとがぶつかればお互いに破滅しますが、パッと交わしてすれ違い、悠々としてことなく共存していく気持ちを表したものであります。稽古の心構えに大切なことは体さばきであります。体さばきとは身体動作の節度を示すものであり、均整の取れた全身運動です。したがって機に臨んでの体さばきこそ攻防の実の分かれとなります。柔道の真髄はどこにありましょうか。柔道の奥義はどういうものでありましょうか。これについて三船十段に直接お伺いいたしましょう。私は柔道の根本を表すものは玉、すなわち球であると信じます。球は倒れた試しがない。いくら点々と弾んでも中心を失うことがない。つまり球は絶対に倒れないものであります。これは球の動きに無理がなく常に中心を保ち無限の変化を生むからであります。柔道は60年余りにわたる柔道修行の結果、自分の体を球になぞらえることを発見しました。そこで柔道は稽古指導の際、押さば回れ、引かば斜めにということを説いております。すなわちこれが無理のない球の動きであります。武道の極意として昔から引かば押せ、押さば引けという言葉がありますが、球を原理とし中心起立を信条とする柔道は、押さば回れ、引かば斜めにとより深い奥義を説き、人間は修練によっては球のごとく変幻自在、あらゆる変化に応ずることのできる体を持っていると述べておられます。手、足、腰の働きが一つになって技の効果を絶対的なものにします。足技はその働きの中でも足の働きを主にした技であります。出足払い。まさに畳を踏みしめようとするくるぶしの後ろをつま先の方へ押し払い、左手で真下に引き落とします。小外掛け。右前隅に崩し引きつけながら相手のくるぶしに足裏を当てて抜き倒します。小外刈り。後ろ隅に崩し足裏を相手のくるぶしに当て刈り倒します。小内刈り。足を鎌形にしてくるぶしの上を内側から刈ります。大内刈り。足で相手の引かがみを内側から大きく刈り取ります。大外刈り。その1、相手の引かがみを外から大きく刈り上げます。
大外刈りその2。相手が右足に重心を移した瞬間、膝髪を刈ります。大外落とし。相手の後ろ股を右足で上の方からすり下ろしながら倒します。大外車。大外刈りをこらえるのをさらばと右足を伸ばし、左足をも刈り取ります。膝車その1。前隅に崩し、膝頭に足裏を当てて引き落とします。膝車その2。踏み出す足の膝に足裏を押し当て引き落とします。足車その1。右に開きながら足を相手の膝に押し当て引き落とします。足車その2。左前隅に崩し、その左膝を封じます。支え釣り込み足その1。左に開きながら足裏で相手の足首をしゃくり上げます。支え釣り込み足その2。踏み出す相手の出鼻を足裏でしゃくり上げます。払い釣り込み足。下がる相手の右足を足裏で押し払います。送り足払い。真横に動く相手を両足もろとも横一文字に払います。つばめ返し。足払いを透かし、足裏を返して払います。内股。真っ向から飛び込み、後ろ股で相手の内股を押し上げ、真下に引き落とします。大車。相手の重心を腰に引きつけ、乗せながら右足を伸ばして相手を払い上げます。横捨て身技は、身を捨てて相手を横の方に倒す技です。横掛けその1。右前隅に崩して、身を捨てながら足裏で右足を払います。横掛けその2。右に開きながら身を捨て、相手の足首を払います。横分かれその1。右前に崩し、身をその前下に捨てながら引き落とします。横分かれその2。真ん前に崩し、身を捨てて引き落とします。腕返し。右腕下からその左襟を深く取り、右手で相手の右手首を引き落としながら身を捨てます。浮き技その1。右前に引き落としながら、その真下に身を捨て、肩越しに投げます。浮き技その2。身を捨てざま肩越しに倒します。谷落とし。相手を右後ろ隅に追い落とし、左足を大きく飛ばしながら身を捨てます。横落とし。右横に崩しながら身を捨て、相手を横に追い落とします。横車。
相手の腰技に一瞬先んじて身を捨て、左足で相手の出を阻み、両手はハンドルを切るように肩越しに投げます。別れ。こちらの仕掛けを飛んで逃げる相手を抱え上げ気味にし、身を捨てながら肩越しに投げます。締めの基本には片手十字締め、逆十字締め、波十字締めの3種類があります。片手十字締め、逆十字締め、波十字締め、裏十字締め、裸締めその1、裸締めその2、肩始め、両手締め、袖車、突っ込み締め、俵締め、はさみ締めその1、はさみ締めその2、送り襟締め、片手締め、腕絡みその1、腕絡みのその2、腕絡みその3、腕絡みその4、十文字固め腕くじき、腕固め腕くじきその1、腕固め腕くじきその2、腕固め腕くじきその3、腕固め腕くじきその4、膝固め腕くじき、立ち合い腕くじき、体固め腕くじきその1、体固め腕くじきその2、肩押さえ体固め腕くじき、仰向け型腕くじき、三角固め腕くじきその1、三角固め腕くじきその2、三角固め腕くじきその3、足絡み、足くじき。寝技の体さばきは相手の入り込むのを防ぐ基本的な動作です。寝技にもいろいろ逃げ方があります。袈裟固めの逃げ、肩固めの逃げ、送り襟締めの逃げその1、送り襟締めの逃げその2、十文字固めの逃げその1、十文字固めの逃げ
その2、三角固めの逃げ。足絡みの防ぎ。柔道は時代を背負う子どもたちの指導にも大変力を入れています。少年たちを可愛がり、優しく手を取って教えております。柔道の指導を受けているこの11歳の少年は、驚くほど機敏な身のこなしです。このような少年たちの中から、将来名人上手が大勢出てくるに違いありません。婦人の上層を高めるために始められた女子柔道は、最近では目覚ましく普及して、体育、護身術、また美容のためにと広い範囲に活用されております。女子にとっても柔道が決して無理なものでないことがお分かりになりましょう。横打ち、こめかみを打たれる場合のさばきです。突き上げ、顎を突かれる時の防ぎです。両突っかけ、眉間、脇腹を打たれる時の守りです。はたかじめ、後ろから締められた際の防ぎです。打ちかけ、脳天を打たれる瞬間の守りです。蹴倒し、水落ちを蹴られる場合の身の防ぎです。押し伏せ、後ろから押し伏せられた時のさばきです。突っ込み、短刀で水落ちを突かれる際の身のこなしです。切りかけ、短刀で切り下げられる場合の逃げ方です。横突き、隣から脇腹を突かれる時の護身術です。打ちかけ、
脳天を打ってくる相手に対しての身の守り方です。突き上げ、顎を突き上げられる時のさばきです。横打ち、横面を打たれる瞬間の防ぎ方です。両突っかけ構え、両手で打ってくる攻撃からの守り方です。水月当て、水落ちを狙われた時のさばきです。うと当て、眉間を突かれる時の守りです。蹴上げ、蹴られる際の防ぎ方です。横腹蹴り、かかとで横腹を蹴られる時の体さばきです。胸取り突っかけ、胸を取られて水落ちを突かれる瞬間のこなし方です。小手引きに、すれ違いざまに打たれる時の防ぎ方です。後ろ上取り、後ろから抱え込まれた時のかわし方です。後ろ下取り、後ろから抱え上げられた時のさばきです。後ろ襟取り、後ろから後ろ襟を取られた時の処し方です。突っ込み、短刀を持っての突きのかわし方です。上突き刺し、脳天を突き刺さんとくる刹那の守り方です。下突き刺し、腹を突き刺さんとくる相手に対してのさばきです。杖突き、杖を持って突いてくる時のかわし方です。杖突っかけ、杖を持って攻撃する相手の制し方です。抜きがけ、相手が刀を抜かんとする時の押さえ方です。切り下げ、刀で切り下げられた時のさばきです。これから三船十段に挑戦する講談社の係勝負であります。勝負は稽古と違って先に一本取った者が勝ちとなります。先方は泉山六段。左跳ね腰、
続いて背負い、また羽越し、背負いと真っ向から攻めますが、銃弾巧みにかわして避けます。銃弾の巴投げが決まりました。次は草薙七段。送り足払い、続いてもう一つ送り足払い、一本背負いと思い切った技をかけています。左大外巻き込み、巴投げを銃弾鮮やかに逃げました。銃弾の横分かれが決まりました。3人目、本部七段です。大車、また腰技に行きましたが、銃弾軽くさばいています。銃弾の肩車が決まりました。次の対戦者は姿七段です。左の払い腰、送り足払いと攻めていますが、銃弾の浮き技が見事に決まりました。北林八段、小柄の北林八段は大車、支え釣り込み足と俊敏に攻めていますが、銃弾は軽妙に受けております。銃弾の横掛けが決まりました。白井八段、白井八段は足払い、内股、跳ね腰、さては払い腰、また巴投げと豪快に攻めます。銃弾の肩車が決まりました。伊藤八段、伊藤八段は腰技、背負いに攻めようとしますが、銃弾寄せつけません。出足払いが決まりました。最後は佐藤八段であります。膝車、足払いと攻めています。銃弾の大車が決まりました。柔道の姿の美しさは身のこなしに無理がないからです。言い換えれば正しい心の持ち方によるのです。中心起立こそ柔道の真髄であります。